はい、どうもこんにちは、平塚 YouTuber しんです。本日はですね、平塚駅西口からすぐのところにあります美容室のエシェルさんにやってまいりました。中がですね、とてもおしゃれなんで紹介していこうと思います。場所はですね、八重崎町にございますので、こちらの光っている小人塾さんを右に行くとすぐあちら側に駅がございます。お店の場所もとても駅からアクセスがいい場所となっております。美容室エシェルのオーナー後藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はもう営業終わりなんで、はい、スタッフが、ね、いらっしゃいます。はい、よろしくお願いいたします。営業終わりにちょっと失礼しました。うちのお店はあの美容室と、はい、まつげエクステサロンが一緒になってるお店なので、はい、で1階と2階の2フロアに分かれています。で1階フロアがこちらオフィス。はい、こんな感じですね。中はですね、内装がとても凝られているというか、僕もね、美容室は行くんですけども、ここまでその配色がとても上手に使われているのはなかなかないと思います。一応ここの扉の3つがですね、マッツエクスがあって、マッツエクス、ここ扉開くとこう部屋があるお。一応もう昼間ですとあの天窓がついてて、そこから光が、はい、ああ、ここから光が、なるほど、こんな感じで、あ、真ん中にドアがあったんですけども、こちらはこれはフェイクのどこにも行けないドア、どこにも行けないドアですね。ピンクでドラえもんのどこにも行けないドア、どこにも行けないドア。ここがあの深海ルームって僕らは呼んでるんです。深海ルーム、はい、海の底のような、あー、なるほど、チーフが一個一個あるということで。そうですね、空間によって音楽を変えていたりとか、はい、フロアによって音楽が変えたり、雰囲気を変えてる、はい、ですね、はい。一応こちらの奥がお手洗いになるんですけど、このお手洗いもちょっと通常とは違った、ちょっとトイレ失礼いたします。こんな感じで、おー、緑一色ということで、こちらもなんか素敵な音楽が流れてますね。場所場所によって音が変わってます。なるほど、失礼いたしました。うちのお店はあのこっから2階フロアにも行けるので、はい、2階フロアがあるということで、一回ちょっと外に出て寒いんですけど、はい、階段を、おー、このネオンがとても本当かっこいいですね。ありがとうございます。どうぞ。はい、ありがとうございます。失礼します。おー、こっちは明るいですね、結構。そうですね、また1階とは違った雰囲気で、はい、いやー、1階はこんな感じですね。こちらもなんかスタジオみたいな雰囲気で、はい、80年代アメリカのレトロポップのイメージをして、おお、レトロポップのイメージで、あ、これ本物のレンガ、あ、本物のレンガ、2階も、はい、ディズニーの、ね、アリスみたいなね、内装がね、ずっと続いております。そこもなんか、はい、客舞台2階はちょっとラウンジのイメージで作ってありますけどね。はい、廊下がとても綺麗ですよね。これフランス語で、はい、ベルってなってるんですけど、はい、直訳違うかもしれないんですけど、はい、美しくするっていう意味が、はい、美しくするということで、僕もですね、まあ、美容室見学してるだけなんですけどもね、かなりその楽しいというか飽きない内装となっております。2階のこの奥が2階のアイラッシュフロアになってます。はい、アイラッシュフロアはちょっと僕が知識不足なんですが、何をするところですか？まつげエクステをつけたり、あとまつげのカールをしたり、はい、あとはまつげの最近は育毛もやってますね。はい、あ、まつげを伸ばす育毛したりとかっていう。でこれ一応まつげに関してはあの美容師さんしかできない、美容師免許持ってる人しかできない技術になるので、はい、うちでは美容室とアイラッシュの2つをやらせていただいてます。ありがとうございます。結構人気ですか、これは？結構人気ですよ。あ、なるぐらい人気のメニューになってます。はい、あとは人気といえば、あとは最近で言ったらあのうちは着付けもやってるので、はい、あのこれから成人式もあって、成人式のご予約もすごいやってます。なるほど、もう今11月ですが、現在の成人式の予約なんかはもうすでに今年、今年度はもういっぱいで、ああ、1月のはもうダメってことです。ああ、なるほど。次はもう2021年度のご予約を受けたまってるし、ああ、二十歳の成人式を待っている方はですね、予約いっぱいということで、また来年ということですね。一応ここがお化粧直しのブースです、ね、はい、ああ、
まつげをやられるときって目のメイクをしないで来られたりとかする方もいるので、はい、そういうときに終わった後ここで施術をしていただけるようになっています。こういうところがある美容室って結構あるんですか？どうなんでしょうか？美容室だとやっぱ少ないですけど、はい、アイラッシュのお店だとあったり、あったりするのもあるんですけどね。2階のトイレも案内していただきます。こちらがはい、また1回とは違う感じ。失礼いたします。おお、すごいいい匂いするすごいいい匂いする。ちょっと鼻の弱い僕でもいい匂いします。めっちゃ綺麗ですね。失礼いたしました。やっぱりですね、ディズニーをイメージして作られている美容室、最近僕も多くなってきたのかなって感じているんですが、結構にそういうのを感じました。イメージして作ったんでしょうか？それはデザイナーとかはいるんでしょうか？まあ、基本的にはやっぱスタッフ、はい、既存最初の店スタッフとで作ってあるんですけど、まあ、デザイナーさん、ケーキさんにも入っては一応いただいてはいるんですけど、はい、まあ、コンセプトは今までにない新しいものを。なるほど。うちのお店のコンセプトだったので、はい、まあ、今までになくこう美容室にちょっと来て非現実的な時間を味わっていただけたらなっていう思いで。いや、僕もすごい、まあ、見学しただけですごいドキドキしたので、いいお店だなと感じました。はい、というわけで先ほどオーナーの方にですね、お店を紹介していただきましたので、アクセスやメニューやその特徴とかお店の持ち味とかをですね、店長の渡辺さんにお聞きしていこうと思います。それではよろしくお願いいたします。お願いします。お店のアクセスを教えていただけますか？はい、うちのお店は西口海側の改札から降りていただいて、はい、もう3分で、はい、来れる好立地になっているのと、はい、あと駐車場が、15台駐車場、5台に駐車場と完備してあるので、はい、遠方からも結構来られるお客さん多いですね。なるほど、はい、平塚の、はい、市外からも結構来られます。そうですね、なので雨の日とかでも、はい、うちの店は結構たくさん来ていただけるということが多いお店となっております。ありがとうございます。はい、結構その駅前だとその車厳しいのかなって思うところもあるんですけど、でも、はい、まあ、15台あるということで。そうですね、その点では結構お客さんがそう喜んでいただいたことが多いですね。お店の一押しのメニューとか教えていただけますか？一押しのメニューです。うちのお店はそうですね、天然水が、ちょっと切れているので、はい、それをちょっと絡めたメニューっていうのが、はい、お客さんに喜んでいただけることが多いですね。はい、はい、ありがとうございます。価格とかはどんな感じですか？うちのお店は多分比較的はい、大衆サロンさんと比べると結構リーズナブルに設定させてもらっているので、リーズナブルでクオリティもちょっと高めでっていう形で、はい、提供させていただいている形ですね。具体的にそれいくらみたいな？うちのお店カットが2000円からの、はい、料金になっていて、はい、あとはまあそのカットとかあとトリートメントだったりとかがちょっとホットペッパーさんとか見ていただけるとお得なセットメニューにしっかりと組み込まれているという形です。ありがとうございます。はい、まあ、2000円プラ税ぐらいからって感じですね。はい、予約状況とかはどんな感じですか？平日でも、まあ、うち1階と2階と2フロアに分かれているので、はい、そんなに、そうですね、まあ、忙しいですね。はい、これじゃあ当日予約するのは結構難しい。そうですね、もし空いてればね、はい、対応させていただけるんですけど、はい、2週間以上ちょっと見ていただけた方が、はい、お好きな時間と日にちが取れるかなと。なるほど、大混雑ということで皆さん、エシェルにお越しの際は予約がおすすめです。当日もね、電話で来ければ。そうですね、お伺いしていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、さっきその天然水とお聞きしたんですけども、もう少し詳しく教えていただけますか？そうですね、うちのお店は富士の天然水がこう地下から湧き出ているので、はい、それを使って、はい、まあ、シャンプーに施術するお水だったりとか、はい、お客さんに出すドリンクのお水、はい、そういうのも全部トイレのお水もそうですけど、はい、全てがその天然水で、はい、使っているので、髪にも頭皮にも、あと、はい、働いてるスタッフの美容師さんね、結構手荒れとかで困っちゃうとかするので、そういうのにもかなり優しくなっておるっていうのがもう一番の一押しですね。はい、ありがとうございます。結構ね、その現代的なこの内装をしていてですね、まさかね、湧き水が出てるとはね。あ、そうですね思わずですね、いいポイントですね、はい、ありがとうございます。ミシェルさんの営業時間を教えていただけますか？営業時間が9時から10時までで、結構長く設定してあるので、はい、夜のお時間なんかはお仕事終わってから来られるお客様多かったりするので、お仕事終わってからゆっくりしていただくという方も結構多くなっているのでお待ちしております。定休日はいかがですか？定休日は第3月曜日が1日の定休日として、はい、そうですね、してあります。はい、そこで結構スタッフとみんなでコミュニケーションを取ったりとか、はい、あと講習会でみんなで勉強したりとかする時間を当ててますね。なるほど、
ありがとうございます。はい、というわけで今回は平塚市の八重崎町にございますエシェルさんにお邪魔しました、ね、美容室のねオーナーさんからですねまさに連絡あると思わずにですねありがとうございますというところで皆さんもね美容室たくさんありますがぜひ平塚 YouTuber を一押しということでお越しいただければと思います。平塚 YouTuber では平塚のお店や個人や企業など平塚に関わる情報をお伝えしております。チャンネル登録コメント評価ぜひよろしくお願いいたします。以上平塚 YouTuber しんでした。ではありがとうございます。